使用例よだれかけは、主に赤ちゃんが身につける着衣の一種である。前だれとも呼ばれるが、商人等が腰に身につける前だれとは異なる。赤ちゃんがよだれやオートブツで衣服を汚さないようにする目的で、赤ちゃんの首に下げる形でつける布状のものである。離乳食を与える時に、こぼれた食物で衣服を汚さないようにするためにも使用される。材質は布であるものが多いが、 汚れを簡単に落とすためにゴムビニール製のものも存在する。最初からよだれかけとして作られたものを用いるほか、ハンカチなどをクリップで留めることでよだれかけとして使える製品もある。またバンダナやタオルを首元に巻きつけて代用とすることもある。歯科治療などの際にも同じ目的で同様のものが用いられるが、よだれかけと呼ばれることは少なく、一般には エプロンと呼ばれる。また、これとは異なる使用法として、地蔵の首に赤色のよだれかけが装着される。これは、地蔵が子供の守護神であることと関係があるとされる。さらに、還暦の時にも赤いズキンやちゃんちゃん子とともに衣装として、よだれかけを身につける場合もある。このほか路線バスの車体全面下部に掲示される布も、よだれかけと呼称される。 模様紙等の PR のために使用される、バスマスクとも言う、よだれかけのことを、スタイと呼ぶこともある。ベビー用品輸入販売のグランドール社によると、同社が1992年に、スウェーデンのベビービョルン社製、プラスチックエプロンを販売する際、これを、スタイと名付けたのが初出であるという。これが、大ヒット商品となったため、この後が普及し、 赤ちゃん用よだれかけの総称として定着した。ただし、スタイの由来については、同社でも確かなところはわからなくなっている。なお、よだれかけはスウェーデン語で、ハクラップ。英語では、ビブという。またスタイは、英語で目にできる、腫れ物の、物貰い、豚小屋、汚い部屋のことを指す。ありがとうございます。